ということで今3ホール終わってちえちゃんが3ポイント取ってます、はい、という感じなんですけどどうですか、うん、なんか思うことあれば悔しい悔しい悔しいじゃない悔しいじゃないよ嘘つき嘘つきいますさっきのはまおちゃんが勝手に悔しい悔しい悔しいと2人の言葉を代表していましたうん、俺ちえちゃん嘘つきじゃんって言っちゃったよ人間の方嘘も何も喋ってないそうだねまおちゃんが勝手に嘘を期待しておりますMC 嘘しか言わない気をつけてくださいね確かに嘘しか言わないじゃんさあ次はパワーフォーいやでもパワーブねパワーブそれ4だから4だからそれ4のパワーファイブああなるほどね4ホールね426です真剣勝負のはずがおおナイスショーなんか超えたね超えた普通に超えた左心配してたあーなるほど左おおおおこれはいいよいしょありがとうございますめっちゃストレートありがとうどうぞ MC ありがとうございますゆっくりしててくださいゆっくりしてて運転じゃないのよボールのとこまで行きますからありがとうございます、はい、ゆっくりゆっくり気を楽にしてまおちゃんなそれ一番せんちゃんはこっちですやなちゃんは全然狙えるとこちらですねさらちゃんがあれどのぐらい差あるのこれ50ヤードぐらいいやもっともっとある、うん、何ぐらいやろこれはでかいよね、はい、あそこから多分200ヤードぐらいでしょ150だとねもうアイアンかウッドかになっちゃうんですごいなピン狙えないよ狙えないねうんね左側なんだよ、うん、あの木で隠れてるあ本当に左側なんだ見えんね見えないピン見えん木の裏うわあ超危険なじゃん左行っちゃうと落ちちゃうから、うん狙えないそっか何回も切れるか分かるのか、うん、あっち側に切られてることは珍しいチェーちゃんが厳しいいや多分 みんな難しいんじゃないチェーちゃん厳しい、うん、多分グリーンの右側に乗るけどピン狙えないんじゃない、うんうん、180ヤードだけどユーティリティで刻みますおおナイスショーありがとうめっちゃいい当たりえぐいねこっち側よね全然見えんかったもんあの木の裏ですよ、うん、あった本当だ木に本当にかぶってるね、うん、だいたい140ちょっと乗るんだな本当にかぶって見えないわ、うん、ピンはこのまままっすぐで一番高い木のとこっすね、うん右側に乗ればおうまいうまいおーすごいめっちゃやばいよえでも手前かもこれそうだったうん届いてればちょうど何も見えない全然見えないそう左に行きすぎずで着弾も本当ピンの右側だったから結構怖くないでも怖い怖いよねえでも右狙ってドローすればいいかなと思ってああでも手前っぽいんだよねああ乗ってねえすごいえ待ってめっちゃ近いんだよしょイーグルチャンスよいしょありがとうありがとうカット止めてほしい後で聞きましょうどんな感じだったなるほどすごいなかっこよすぎだよかっこいいやばいよ
よ。これもいいよ。あれ、うまい、うまい。おー、すごい。おー、すごい。ナイス。ナイスです。ありがとう。めっちゃいい戦い。おー、やば。この。でも、こ、ね、ミスしたらさ、こっちや。あ、切れた。うん。ありがとう。ナイスバーディー。Thank you。ナイス。ナイス、ナイスパすごいですね、今のナイスバーディーと、うん、ナイスパ、やっぱり動きましたね、動きましたね、次も楽しみだ、めっちゃ面白いやん一言インタビューしてみましょう。インタビュー、そうだね。先ほどのユネさん、サナプロ、先ほどのショットいかがですか。どういうこと？手応えっていうか、セカンド？そう、セカンドのドライバーじゃなくて、めちゃくちゃいい感じだったじゃないですか。でも右側狙ってドローすればいいと思ってたから、思った通りに打ったということで、素晴らしい100点ですねすごい、だから100点ですよね。運が良かった。やっぱ日頃の行いっていうところですかね。日頃の行いかな、ね、ゴルフってそんなありますもんね。ね、もうねでも本当あれしか、ね、選択肢ないじゃないですか。左に出せないからフェードはできないから、ね、ドローでさ、曲がりすぎちゃって真っすぐ痛い、怖いから、そうで、ドローでも曲がりすぎも怖いからね、本当絶妙なショットだった、すごい。しかも7番アイアンだからだと思いますよ。あ、番手ね、カーが、うんうんうん、スタンドが、うんうんうん、確かにユーティリティとかだったら怖いですもんね。そうだよね、そうだよね、狙えないと思うから。確かにロングアイアンでもちょっと怖いし、ミドルアイアンだから狙えたっていうのは大きいかな。うん、だからピンクマン何の本気だMC の実力次はパー3の121ヤード、どうですか。日本人はここはね、上が木がさ低いっていうかさ、空いてるせいか意外に風がね、ある時は強く影響を受けるんですよ。でも今日は旗が動いてないんで、ちょっとなんとも分かんないんですけど、そうなんかみんな思ったより流されるの、風がある日は。先ほどバーディーが取ったサナちゃん、マオちゃん、ここだと何番アイアンですか。121は8です。ああ8上、一晩って違います。そう、ナイス、おー、ナイス、ナイスオン、ナイスオンです。綺麗に止まった、うん、うん、あそこ止まるみたいピンポイント右側ね、うん、一番やね。うん、いい。すごい。うん、ナイスです。ナイス。確かに今日のコンディションだと、あの日陰はちょっとまだ分かんないですね。うん、凍ってる可能性があるから。あ、今日のコーディネートのポイントは、ポイントはピンク？黒。黒だな、黒かな。あ、冷やさせるもんね。ピンクじゃない、そうそう、ピンクやな。黒。ピンクないの。着てるのにこんなド派手な。見てください皆さん、あの二人の近さ。グリーンの分の S1 までカードをおすすめください。1ピン以上あるじゃん、うん、でもなんか同じぐらい、同じぐらいだ ね試合見てるみたいです。あ、本当、はい、
あ、確かにカメラマンは結構面白い、うん、あー曲がらない、うーん、 OK、 ナイスナイスパー、ありがとう。ナイス。曲がんなかったよね。あ、うん、真っ直ぐ。わけですね。ゼロゼロってことですか。はい。はい、入んなかったって。うん、内田さんのまんま。パーフォ。ここね、ちょっと長いんですよ。パー、ここのパーフォ。ここ長くて、結構狭い。めっちゃ短いです。パー体感、体感っす。おかしいな。なんか長く、確かにすぐあるじゃん、あそこに。でも長く感じんすよ、ここ。打ち上げだからかな。ちょっと短い様、取られてしまう。はい。突撃ファッションポイントなんかどっかのバックマネでしょ絶対今日のファッションポイントは今日のファッションポイント、はいはい、もう靴めちゃくちゃ可愛くなったね、ルコックね、ね、ルコックね、嬉しいよね、可愛い、水色で、水色の白で可愛いですね、確かに爽やか、ちえちゃんも上手白、うん、おいで、おいで行かないんだじゃあ、ちょっと来ました、すいません、お疲れ様、すいません、ちょっと疲れてる中、はい、今日のファッションポイント聞いてるんですけど、冬ですですね、寒いですねなんとヒートテック着て、その上にインナー着て、これ着てる、で、これ着てるから4枚、確かに、確かに、カイロとかは貼ってます、背中に貼ってますか、はい、この冬を乗り、冬のゴルフを乗り越えるコツは、やっぱいっぱい着ること、いっぱい着ること、でもモコモコしちゃうじゃないですか、まあ、そういう時もあるこんな感じで乗り越えてゴルフ楽しみましょう、レッツゴーちょっと長いと思ってたんですけど、体感では293が300切ってました、はい、300切ってパーフォーはどうしたバンカーだな、間に行け、間っぽい、間っぽい、すごい、ナイスショー、ありがとう、ナイスショー、ナイスショー、ありがとうございます、ありがとう、76ヤード、52度です、ナイス、この距離一番嫌い、51ヤード、52、よかったな、本当、ありがとう、そう、あとで何ちょっと悩ましいです、あとでね、あとでしましょうか後ろ待ってるしねじゃあ今真ん中の3ホールが終わりました
なんか4、5、6番ホールが終わって今ですね、4番ホールでさあちゃんが2ポイントで、で今のホールでまた2ポイントということで、今1打差です。1ポイント差です。さなちゃんが1打リードです。2人の様子を見に行ってみたいと思います。起きてるかな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今3ホール終わったんですけど、真ん中3ホール、はい、いい勝負ですよ。いい勝負です。いい勝負、はい、でここから7、8、9と回るんですけど、パー4、パー3、最後にパー5があります。どう、はい、パー5ってやっぱチャンスホールになりますか。今さっきのはでも430、40ぐらいだった。あー、確かに。次が何ヤードか、うん、によるで、あれか、最終ホールポイントはダブルアップ。ダブルアップ、ダブルアップということはポイントがアップするってことですか。そうですね。そういうことでしょうね。ダブルアップはそういうこと。ポイントがアップするっていうことなので、はい、これは狙っていきたいですよね。そうですね。でもまだどうなるか分かんないですよね。うん、終わっちゃったよ。視聴者の皆さんにということですと、逆転します。してるんよ。してるんよ。してるんよ。今さなちゃん、今さっきした、そう、1ポイントで1ポイントリードない。そうなんだ。そう。え、うち1ポイント負けてると思ってた。前半でちえちゃんが3ポイントで、今のホールで逆転した。逆転4ポイント持ってるので、バディバディでいい。じゃあ、はい、逃げ切りたいと思います。逃げ切る。よし、大きい深くて行きます。ありがとうございます。そうなんだ。では引き続き、はい、ご視聴よろしくお願いします。マオでした。チェでーす。こうじゃない。合わないわ。できるか、仲悪いみたい今。